皆さんこんにちは。いられて遊ぼの時間です。今回はですね、5週ぐらい前にやったんかな、超初心者シリーズというのを一回やって、そのままちょっと期間が空いてるので、初心者、超初心者向けの動画を作りたいと思います。で、超初心者シリーズの第2弾というような形で思っていただければいいと思います。基本的にはもう全く今まで触ったことがないとか、全然使い方がチンプンカンプンだという人を対象にした動画になりますので、最後までお付き合いいただければなというふうに思うのですが、今回のテーマはズバリ図形を作ろうという形になります。もうすでになんか図形って言われるだけでなんかこう、っていう感じになるかもわかんないですけれども、いわゆる丸や四角を作るということです。で、イラストレーター上でやはりね、丸とか四角、特に四角形はよく使います。一番最初に何か、チラシを作る時であっても、トンボを作らないといけない。トンボを作る時だったら、そのサイズの四角形を作ってからトンボを作るというような形になるということがありますので、ぜひぜひ、図形の作り方、丸や四角の作り方、見て一緒に勉強していただければなというふうに思います。はい、それではスタートです。よろしくお願いします。はい、それではじゃあ説明をしていきたいと思います。まずは何言わなくともイラストレーターを立ち上げましょう。立ち上げたら何かじゃあ新規でファイルを作りましょう。新規ドキュメントというやつですね。ファイルメニューから新規というものを押していただくと、この画面が出てくると思います。もし、この画面が出てこないということでしたら、一旦、このまま作成をしていただいて、イラストレーターのところの設定画面の一般というやつを押してください。そうすると、このあたりかな、ドキュメントを、違うな、以前の新規ドキュメントインターフェースにしようという部分にチェックが入ってたら外してください。もしチェックが入っていると、こういう形の新規ドキュメントの一番最初作る時の画面が出てくるというふうに思います。まあ、どちらでもいいんですけれども、なるべく今だったら、この新しい以前の予つよりも今のインターフェースの方が作りやすいと思うので、チェック外してください。じゃあもう一回ちょっと。ファイルから新規を作ります。で、自分は何を作りたいのかというところで、インターネット上のものを作りたい場合は、ウェブにしてください。紙媒体のものを作りたい場合は、印刷にしてください。で、私、どちらかというと、紙媒体専門のデザイナーなので、印刷にして、A4 サイズにして、方向、縦向きか横向きか確認してもらって、作成ボタンを押すと。そうすると、白のキャンパスが出てくるよという形になるので、新規ドキュメントを開いていただくというところまで頑張って進みましょう。じゃあ、今から、四角形というか、多角形を作っていくんですが、一番ベースはやはり四角形をよく作ることが多いんです。で、ツールバー。もし縦位置やったらこういう形になるのかなっていうところで、なんか四角のマークのボタンがあったら長方形って出てくると思うんですね。マウスをそこに置いてずっと待っていただいたら。それがいわゆる長方形ツールと言われるものです。長方形ツールのところ、マウスを長押ししてもらうと、他にもこんなこと作れますよという引き出しみたいなものが出てきます。角丸、長方形であったり、楕円形であったりというところが出てくるんですが、今回は長方形と楕円形、多角形、スター、この4つをやっていこうというふうに思います。他のものはあんまり必要ないんじゃないかなというふうな個人的に思っているので、重要度の高い4つだけやっていくという形になります。はい、じゃあまず長方形ツールを選びましょう。基本的にです。基本的にはこの左上の選択ツール、一番上の選択ツールを選んでください。これがいわゆるデフォルトで、全く何も両手に持ってないような状態。なので、何か終わったらここに戻ってくるということをしてください。で、今回は長方形を作るので、長方形を作ります。じゃあ、そのまま白のドキュメントの上のところまでマウス、ポインター合わせてもらって、マウスを長押ししながらぐーっと動かしていってください。まだ押したままです。これで自分の好きなサイズの長方形を作ることができます。マウスぐる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 回してみてください。そうすると、自由な形で自分の好きな長方形の
長方形、正方形みたいなものができるかなというような感じだと思ってください。斜めに入った場合はこれは正方形だというふうに思っていただいたらいいと思います。で、自分でいいなと思ったところで、マウスを離してください。そうすると長方形ができます。もう一回やります。長方形のツールが選ばれている状態で、長押ししながらマウスを動かしていってください。そうすると、マウスをぐる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 いろんな方向に動かすと長方形ができるという形になります。で、デフォルト、普通にマウスを置いたときには、四角形、4点あると思うんですけれども、左上が、支点になるという形になります。支点なので、そこにちょうど釘を打ったような形で、こう回していくと、左上の一番最初にクリックしたところを中心に、動かしたマウスの方向に長方形が出来上がっていくというようなイメージだと思ってください。はい。で、実は、これ、左上からこうスタートしていくというイメージがあるので、なかなかその、例えば、自分が思ってるところと、こう、うまく合わないということがあるかもしれません。で、左上からじゃなくて、真ん中から上下左右に四角形を作っていくこともできます。オプションキーを押すというやつです。オプションキーを押しながら、今のこの長方形ツールが選ばれている状態、長方形ツールが選ばれている状態で、マウスを長押ししながら動かしてみてください。そうするとわかるでしょうか。真ん中を中心に広くなっているというような形になります。なので、何かのサイズに合わせる形で大きさを作りたいときという場合は、オプションキーを押しながら、マウスでこう自分の好きなサイズの四角形を作ってください。はい。で、今斜めが出たら正方形ですよというふうに言いましたが、シフトキーを押しながら、マウスを長押ししてもらうと、これは正方形になります。どう頑張っても正方形になります。なので、もう最初からあらかじめ正方形をきっちり作りたいという場合は、シフトキーを押してください。先ほどオプションキーを押したら中央から動くよという形になります、を説明しました。合わせ技でいけることができます。マウスを長押しして、今、左上からデフォルトですが、この段階でオプションキーを押したら真ん中に変わります。真ん中に変わるという状態です。で、この状態でシフトキーも押してもらったら正方形になるよという形になります。ごめんなさい。私、Mac 専門なので、Mac のキーボード専門用語で言ってますが、Alt キーですね。オプションキーは Alt キーというふうに思ってください。で、正方形ができるという形になります。これがベースの基本です。おさらいしましょう。長方形ツールが選ばれている段階で、長押ししながら自分の好きな範囲、自分の好きな四角形を作れる。これがいわゆる長押ししながらの状態で、これがいわゆる普通の作り方です。真ん中から動かしたいという場合は、マウスはそのままの状態で、オプションキー、オルトキーを押してください。それでマウスを動かしてみてください。そうすると、真ん中が支点になって、上下左右に広がっていくというイメージです。さらに、シフトキーを押すと、正方形ですよという形になります。どう頑張っても正方形になります。というような形で四角形がいいなと思ったら、マウスを離してみてください。で、選択ツールに戻って自分の好きなところに持っていくというような形にしてください。これがまず一つの方法でした。二つ目です。長方形ツールが選ばれている段階で、今は自分の見た目でフリーハンドで好きなサイズの四角形を作ったんですが、きっちりした四角形を作りたいという場合は、この長方形ツールが選ばれている段階で、どこでもいいので、ワンクリックしてください。先ほどまでは長押しでした。今回はワンクリックです。そうすると、入力画面が出てきます。入力画面が出てくるので、例えば私はハガキのサイズを作りたいんだという場合だったら、100mm の148と入力してあげて、OK ボタンを押してください。出来上がったサイズのこれが、いわゆるハガキのサイズになります。いや、私は A4 サイズが作りたいということでしたら、
長方形ツール選んでもらって、ワンクリックです。そうすると、表示が出てきます。210×297。これがいわゆる A4 サイズの四角形になります。なので、多分、一番最初のところと同じぐらいの大きさになっていると思います。はい。というような形で、私はサイズ、ちゃんとしたサイズをやりたい。70×50 の四角形を作りたいということだったら、幅70の50というふうに入力してあげる。で、そのためには、どこか長方形ツールで関係ないところでワンクリックしてあげると。いや、違いますと。私はフリーハンドで作りたいという場合だったら、キャンセルして長押ししながら動かしてください。しつこいようですが、オプションキー、オルトキーを押すと真ん中から上下左右に広がりますよ。シフトキーを押したら、正方形の形で四角形ができますよという形になります。これがいわゆるベースになります。で、他、今から丸も作っていきますが、ほぼほぼ同じような意味合いだと思ってください。長方形ツールのところ長押ししてもらうと、楕円形ツールというのがあります。これはいわゆる丸を作ってくれるやつです。おさらいです。長押ししながらマウスを動かしてもらうと、左上がデフォルトになって丸ができますよという形になります。オプションキーを押すと、視点の位置が左上から真ん中に変わります。なので真ん中でぐーっといい感じのものの四角、楕円形を作ってあげてください。楕円形じゃなくて正円にしたいという場合だったらシフトキーを押してください。そしたら頑張って、どんだけ頑張ってもシフト、正円になる。いう形になります。真ん中を中心に動かしたくって正円にしたくなる場合は、オプションキー、オルトキーとシフトキーを同時に押してあげてください。そうすると丸ができるという形になります。数値、ちゃんとした形のサイズの丸を作りたいという場合だったら、先ほどと同じです。関係ないところで、どこでもいいので、ワンクリックしてあげてください。そうすると入力画面が出てくるので、例えば、直径2センチの丸を作りたいという場合だったら、こういう風な形にしてください。そうすると直径2センチの丸ができます。いや、直径10センチの丸を作りたいという場合だったら、直径10センチの丸を作ってあげてください。そうすると、これがいわゆる直径10センチの丸になるという形になります。はい。次行きましょう。次。多角形ツールです。多角形ツールを選んでもらって、同じような形でマウスを長押ししながら動かしていくと、デフォルトは六角形のものが出来上がるというふうなイメージで思ってください。で、これも同じ。これの場合、多角形の場合は、視点はもう必ず真ん中のままです。なので、オプションキーもシフトキーも押す必要はありません。丸と四角形だけだと思ってもらったらいいと思います。はい。じゃあ、先ほどは長押ししてフリーハンドで作りました。今度は数値入力です。どこでもいいのでワンクリックしてください。そうすると数値入力の画面が出てきます。で、ここでは実は直径というのと辺の数というのも出てきます。デフォルトは六角形なんだけど、私は三角形が作りたいという場合だったら、ここ3という数字に入力して OK ボタンを押してあげてください。そうすると三角形が出来上がります。で、この設定、その後もずっと続くので、マウスを長押ししながら作っていくと、先ほどまで六角形が出来上がってたものが三角形になるという形になります。で、シフトキーを押すとどうなるかというと、真上とか真横ですね。先ほどシフトキー関係ないと言いましたが、嘘でした。ごめんなさい。シフトキーを押すと、上に矢印が向いている方向になるか、あるいは、横向きになるか、斜め45度になるか、そういうようなイメージなのかな？あ、これも嘘ついてますね。あ、じゃなくて、下がまっすぐな形ですね。なので、ちゃんと、底辺が水平な状態のもので、まで四角形ができる。三角形ができる。これがいわゆるシフトキーを押しながらになります。フリーハンドだと自分の好きな角度ができるけど、シフトキーを押したらまっすぐですよという形だと思ってもらったらいいかなと思います。はい。で、もちろん数を三角形を例えば
30ぐらいにしたら、もうほぼほぼ丸に近いような多角形ができますよ。ちょっと30は丸に近すぎるので、15ぐらいにしましょうか。そうすると、こんな形の、カクカクした多角形ができますよという形になります。はい。ラストです。スターツールです。スターツールで、そのまま選んでもらって、長押ししてもらうと、星が出来上がります。フリーハンドでくるくる回っているようなイメージだと思ってください。で、オプションキーを押すと、なんでしょうね、こう、まっすぐな形のものの四角形ができるという形になります。星ができるという形になります。今の状態だったら、ここの部分ちょっとこう上がってたり下がってたりしますよね。これがオプションキーを押すとまっすぐの形になるという形だと思ってください。シフトキーを押すと、下が平行、まっすぐな形。ここがちょうど下がまっすぐな形ですね。今のこっちのフリーハンドだとちょっと斜め向いてるのかなという感じになります。なので、シフトキーを押しながらだと、下がまっすぐになりますよ、という形で思ってください。はい。で、これもやっぱり、ワンクリックすると、第一直径と第二直径、点の数を変えることができます。で、これどういうことかというと、第一直径は、真ん中のところから、確か長いところだったと思います。ですね。長いところでした。はい。第二直径は、真ん中のところからここまでのところです。はい。なので、第二直径はこっち側の部分だと思ってください。第二直径はここのサイズですね。第一直径はこっちですよという形になります。なので、例えば、第一直径と第二直径を比較的近くするとどうなるかというと、こういう形のものが出来上がると。で、逆に極端な形にすると、こういうような形ができる。そういうような形で思ってください。さらに、点の数も変えることができます。例えば、ここ20ぐらいにして、OK ボタンを押してあげると、ちょうど、ウニみたいなマークですね。こういうのが出てくるという形になります。同じように、今度は25ぐらいの狭い形にすると、こんな形になるよという形になります。よくなんかスーパーの、値引きシールみたいな形ですね。こんな形のものが出来上がる。いわゆる、DTP の世界で言うと爆弾というやつなんですが、爆弾が爆発しているようなイメージのところに 30% オフとか 50% オフとか特別割引とか、そういう目立たせたい時に使うというのは、このスターツールで、第一半径と第二半径、私さっき直径と言ったかもしれない。第一半径と第二半径を近い形にして点の数を変えてあげると、そういう、こういう爆弾みたいなものができる。そういうイメージだと思ってください。はい。というところで、自分の好きな形を作ってもらって、いろいろ遊んでもらったらいいんじゃないでしょうかと思います。はい。というところで、今回は、何でしょう。説明、すごい下手やったかなと後で反省しつつも、制作の過程とかでもなく、また何かを作っていくという形ではなかったんですけれども、出稿方法、データ印刷屋さんに出す出し方みたいなものを説明させていただいたんで、ぜひこの季節だと、例えばやっぱり実際の印刷屋さんで年賀状を刷りたいとかっていう場合だったら、今のを参考にしてもらって出稿データ作って、印刷屋さんに出していただけたら、年末までにいい年賀状が届くというような形になるのではないかと思います。というところで今回は、ここまでということになります。ちょっと食いだらないなというところがあったら、またちょっと過去データも見てあげてください。次回はちょっと何するかわからないですけれども、結構もうここまで7回か8回かなやってるので、初めて見られた方も、過去の、データ見てもらったら、デザイナーがどういうふうに作っていくのかっていう過程を説明してたり、あるいは
単純にソフトの使い方の説明であったりというのを、アップしてきてますので、そこの中でなんか、こう心に刺さるものがあったらいいかなというふうに思います。それでは皆さん、また来週ありがとうございました。